ピア関西版ウェブをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。プレンティーです。ボーカルの江沼です。ベースの新田です。ドラムの中村です。我々プレンティー、10月の7日に、ニューアルバム命の形をリリースということで、はい、こちらですね。デレン、これはじゃあどんな作品になってますか、中村先生。はい、初めてのフルアルバム。そうなんですよ、僕が去年加入して初のフルアルバムになります。はい、1枚ミニアルバムを出したんですけれども、はい、その時はこうバンド感とかそういう塊感みたいなのをぶつける作品だったんですけれども、うん、今回はこう腰を据えて音楽的にどうやって良くしてこうみたいなのをすごい考えて作ったアルバムになります。タイトルは命の形です。さっき言いましたね、これ俺ね、はい、すいません。これは本当に愛っていうものがテーマでして、これにはもしかしたらあなたにとっての愛も入っているかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。じゃあライブ情報を言った選手。はい、2016年にライブがあります。ツアーですね、はい、1月31日、はい、大阪ナンバーハッチであるので、うん、ぜひ来てください。はい、お願いします。意気込みをどうぞ。まあ頑張ります。雑だな。まあでもそのライブでしか味わえない空気感とかあると思うので、うん、ぜひ来てください。待ってます。はい、はい、というわけで、なんか大阪のね、大阪なんで、うん、大阪のエピソードなんかありますか。うん、じゃあ、イッタさん、大阪はどうですか。大阪は好きですよ、すごく。たこ焼きとかね、食べ物すごい好きですし。俺も好き、食べ物、うん、大好きですよ。なんか思い出。思い出ね、なんかありますか。そうですね、まあ、前回ツアーがファイナル前だったのでね、まあ、大阪のおかげでファイナルもよくできたかなと僕は思ってますね。ある種ね、うん、ああ、なるほどね、はい、ポジティブだね。そうなんです。あ、うん、次、なんか大阪来るときに殺したいとか。見切り発車もいいところですね。何も、誰も何もないっていうね。そうそうそう。あいうえお作文とかします、大阪で。あ、大阪でね、うんうん、あ、じゃあ、お大きく。お、じゃあ大阪のもう一個、お大きく。刺さっと。お、じゃあ、かっこいいライブをします。大きく刺さっと。以上、プレンティーでした。